どうしたの？英語の勉強してるんだけど、リスニングだけどうしてもできるようにならないんだよね。じゃあ今日は3分でわかるリスニング特別講座をやろうか。お願いします。じゃあ早速だけど、今から流す英語を聞き取ってみて。I am not whatever it is you think I am. 全然わかんなかった。音声ではこう言ってたよ。単語は簡単なのに、読んでもよくわかんないな。これがリスニングのできない一番根本的な原因。そもそも読んでもわからないだね。まずは単熟語や文法をしっかり押さえた上で、読解力を身につけようっていうことか。当たり前すぎて見過ごされがちな前提の一つだね。うん、でも私はもう少し別のところでつまずいてる気がするな。じゃあ今度は英文を表示するから、それをできるだけ早く読んでみて。最後まで読めなかった。英語ネイティブのコメンテーターが早口で読み上げる時のスピードで表示したんだ。じっくり読めば意味はわかる文だったんだけどな。これがリスニングのできない2番目に根本的な原因。音声より読むのが遅いだね。読解力を身につけるだけじゃなくて、速読力が必要っていうことか。読解力と速読力、この2つをクリアできて初めてリスニングの対策が始まるわけだね。聞かせて聞かせて。リスニングの勉強というのは、詰まるところ、文字列と発音を脳内で一致させる訓練と言えるよ。わかるようなわからないような。じゃあまた音声を流すから、何の単語か当ててみて。ゴリラ。ゴリラ、だよね。残念、正解はゲリラでした。さっきから問題が意地悪すぎて泣きそう。実は、ゲリラとゴリラは同じ発音なんだ。じゃあ、私の答えも正解じゃん。ゲリラという言葉は知っていても、発音は知らなかったわけだよね。仮に今回が正解だとしても、もし試験でゲリラが問われたら正解できる。確かに。リスニングの勉強をするときに、同化、異化、融合、脱落、強形と弱形、リズムにイントネーションと、細かく分類すれば、たくさん意識しなきゃいけないことがあるわけだけど、そのどれもが、文字列と発音を脳内で一致させる訓練に他ならないんだ。漫然と英語を聞くんじゃなくて、そういう目的意識を持って聞いたら、効果もだいぶ変わってきそうだね。まとめると、リスニングができるようになるためには、単熟語や文法を抑えた上で、読解力を身につける。読解力を身につけた上で、速読力を身につける。文字列と発音を脳内で一致させる訓練をする。というプロセスが必要になるよ。この3つを意識して、みんなも効率よく、リスニング力を高めよう。最後までご視聴ありがとうございました。